帝京大学の先生、思わず本音を語った、はいはい、これハイドショーとかでもちょっと出てましたかね、はい、うん、僕これ別に僕の番組でわざわざ言うことかと思ったんですけど、はい、一つやっぱりこれアメツで取り上げなきゃいけないことをちょっと言ってました、ね、はいはい、皆さんこれご存知ですかね、帝京大学の教授ですね、はい、名前がちょっとすみません出てこないんですけど、はい、この方がですねゼミ生の募集をしてたと、はい、で、ゼミ生でこれ男子がですねたまたま女性の名前っぽい人だったんですよ、はい、名前すみませんこれ なんて書いてあるセナさんなんとかセナさん、はい、聖なる聖聖人の聖ですよ、はい、に奈良のなど、はい、これ確実に19歳でしょお父さんF1 好きだったんだろうなっていう感じの、はい、ワイルトンですね、はい、帝京大学2年生の男子学生なんですけど、うん、この彼がですね一応この先生経済の先生らしいんですけどそこにメールをしました募集をしたということです。で突然それあほら向こうは勘違いして、うん、セナだからこれ絶対女だろうと思って行って、うん、メールが来ました。でそしたらその先生から返ってきたメールがですね男子には内緒ですが女子は基本的に採用というメールを送ってきたと。だから要するに、募集したのがそのセナさん、はい、なんちゃらセナさんで募集しました。そしたら絶対これ女だと思ってたからそういうふうに女子でしょもううち来てよっていうメールを出してしまったと。恥ずかしいな。男子にはないし女子は基本的に採用です基本的に採用ですと言って、はい、でその時に、はい、ちょっとこれおかしいんじゃないですかってことでわざわざ先生のところに行って、うんうん、今の学生ってすごいですね、はい、スマホ持ってるじゃないですか、はい、録画しちゃった録音しちゃったらしいで、ね、でその音声も全部公開したとそう文字起こしでやっぱ出てきちゃってツイッターで上げちゃったらしいですよ、はい、で、この時に、うん、この経済学の先生、うん、なんか九州とかで、日経新聞の記者、うん、だったらしいんですけど、はい、この先生がこういうことを言ってたそうです、何を言ってたか僕ちょっと読みますねこれ、うん、腹の中でどう思ってようが自由なのよと、うん、実際決めないっていうのは僕の権限つまり教授の権限なんですけど、うん、はいはい、表立って文句を閉ざすのはダメなのと、うん、女だけがとか男だけっていうのはこれはまずいわけ、うん、だから企業もやってないだろ。だけど実際は採用した結果どうなるのか見ると男が多かったり女だけだらけだったりするでしょうと、うん、メーカーだって秘書さん採用とか言っても男も来るんだぜ、うん、でも結局取るの美人の女だったりするわけでしょ。そういう時女は取りませんとは書いてない、うん、ブラックとホワイトが来てこっからですよ、はい、ブラックとホワイトが来て、うん、ホワイト取りませんとは書いてない、うん、絶対書けないんですよアメリカでは、うん、カラーの問題は書けない。でもね実際ホワイトが取られるのよそういうの気にする人もいるし気にしない人もいる。でもそれは最終的には取る側の権利権限なのよ。いろんなものを判断した上でやっぱりホワイトがいい、いや私はこの黒がいいって決めるのと同じことよって言っちゃってるんですよ、うん、この先生、はい、やばくないですか、うん、採用ってそういうことなんだよと。最後は決める人が権限持ってるわけでさ、しのぐの言われる筋合いじゃないんだよとこれをなんて正直な先生なんだと録音しちゃったところがすごいね。拍手ですよ、はいはいはい、先生よく言ってくれた、はい、本音を語る、はい、最高じゃないですかこういう先生はという、ね、はい、このセナさんという生徒ははいはい社会を学んだよね、ま、学んだというかこの一瞬で、まあそうですね、やっぱりそうかと、やっぱりそうなんですけど、表だけやっぱちゃあの全てもういやだってまあ今書いちゃいけないですからね。あの、ね、条件を真のリアリストとか、はい、条件を書いちゃいけないんですよ。あの、はい、自分としては何歳から何歳までで、はい、男子でこうだとか女子でこうだっていうふうにイメージしてても、はいはいはい、実際は書けないんですよ募集要項に。もちろんですよ今の時代、はいはい、いやこれでもいやまあ単なるエロ親父ですけど、うんまあ、普通に見たら、うん、ただこういう本音すぎて言うことをだからバラバラ言うのはなんか逆にしびれます、うん、僕は逆にリスペクトできました、はい、これは逆に、はい、ああ本音ではこの人いい人なのかもしれないですけど、はい、エロ親父ですけど、うん、ちゃんと生徒に、うん、あの世の中こうなってるんだよって伝えなきゃいけないっていうことでね、はい、そこはね僕はねこの先生のまあ、うん、おそらくこれ多分クビになっちゃうとかあると思うんですよ。いやー録音されちゃってますからね、うん、その辺今の上の人たちこいつ録音してないだろうっていうことだと思うんですけど、はいすね、まあこの放送で取り上げざるを得ないというかね、はい、エロと暴力と差別ですから、はい、差別ですよこれは差別、まあ、そういったことで、はい、じゃあ次エロの部分をやりましょう、はいはいはい、こちら真ん中にあります通り、ね、米中20年戦争に備えようの、パート8 、パート7が出た直後からですね、はい、プーチンがですね、はい、追っ始めましてですね。
で台湾危機もありましたし、安倍元首相が銃撃されるということもありましたし、エリザベス女王を、ね、はい、あの崩御するということもありましたので、うん、もうまさに冬時代の、いやすごい危機が、はい、どん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 ボラティリティが上がっておりますので、はい、ピンチがあるということはチャンスもありますのでね。そうですね、はい、はい、主にこれ8つぐらいの、はい、項目に分けて喋、うん、ってるんですけど、うん、ミヤシャイマーの話もしておりますし、はい、うん、まあ、ロシアウクライナ戦争の、はい、そうですね、話、はい、それとかですね、まあ、安倍晋三元首相がどういう功績を残したのかとか、まあ、その辺もですね、はい、まあ、いろいろ深掘りした内容のことをですね、はい、展望したものをまとめてみましたので、はいはい、米中戦争はね、はい、半導体戦争ですよという内容もありますし、はいはい、特別編、奥山さんがね、ルトワックから学んだことなんかを、はい、ルトワックの話はすごい、ルトワック理論をですね、はい、あの、まあ、ちょっと応用、ま、はい、僕がちょっと応用して、うん、ルトワックのやり方や使ってみたらこう見えるよっていう話もありますね、はい、まあ、ぜひ、はい、よかったら勉強したいなという人は聞いていただけたら、ぜひぜひ。